さあ、オンリーワンワード側は動き早いですね。 B 前、そしてガレージ前まで取ることに成功しています。しかし、仲間の中にはスタックスがいる。ちゃんと見てる。まずは優が落とされる。貴重なスモークキャラ、ここで落とされてしまう。さあ、C サイトスローで入っているのはヘイビー。しかし、薪の上。さあ、一人一人と、格好撃破されて、いますが。そうですね、特に、オーメンがいなくなったので、ダークカバーが打てない以上は、射線が通ってしまうので、はい、ちょっと攻め的にも、まあ、どちらか一方、まあ、A 側に行くんじゃないかな、特に A ショートとかも、行きそうですね。そうですね、さあ、A 側を守るのは RB。ダークソー先頭に、ゆっくりと A ロング進んでいきます、オンリーワンワード。リコンボルトを入れての多分 A サイト入りですね。いきますね。これにはビジョンストライカーズ側も寄ってますが、今の当てますか。走り打ち。RB、さあ残った一人も RB へ。フラッシュポイントが刺さってる。詰めていきます。今スモークで当てましたね、一発。さあここも、いやートラップワイヤー引っ掛けて、アフターショックを打っての相手を引かせて、当てていくと、前に進んでも後ろに進んでも待ち受けるのは CR のみ。狙ったわけじゃないと思うんですけども、うまい具合に刺されましたね。そして、このダークカバーの中、サックス。エコ相手に物おじしないポジショニングですね。まあ、体力も厳しいですね、ジェフは。さあ、ジェフ・バンビー、ユー。ここに来て、スタックスのトリプルキル、止まらない、この男。うわー、いやー、クアッドキル、エース狙いに行きますよ。ありますよ、俺。走ったんですよ、もう。走ってますね。でもさあ、残った場面、HP や、キング、ナイフで引いていきました。あ、しかし、ゼストはここは、エース阻止と、何もするか、まずはオールドローンを落として、ここは無理はしません。リテイクの動きかな。わかんないですね、これ。いやー、これ、スタックス、アルティメットあるんで。そうですね、ローリングサンダー溜まってますね。ヘイビーがこれ、エンプレス切ってはいるんですけれども、ショックダース、HP は削られる。さあ、ローリングサンダー、目の前にエンプレス状態のヘイビーが飛んできた。ゼスが落として、ゼスとのダブルキル。残った3人、敵の位置はほぼほぼ分かっている。さあ、クラウドバースト。そして、スモークの中からこれ、会場を入れてますね。さあ、クラウドバースト、丁寧に2個目を焚いて、忍者ディフューズ成功。何もしておりません。これ、B サイト奥にスタックスが、フォールトラインを仕掛けそうですね。さあ、ショーストッパーブラストパックを使って B サイトを勢いよと飛び込むのはリムジー。しかしショーストッパーガラフ目を切ります。しかし UU リムジーとソンフォー与えの記録、リムジーの勢いが止まらない。いいですね、乗ってきましたよ。さあ RB ワンオンフォー。しかし気をつけたいこの男、先ほども対デトネーター戦において何度もクラッチをしていたんですけれども、ジェフは来る前に入って殺してしまうか、まあブリーチいるならブリーチ RB もうテールウィンドでとんでもない話だと、これガレージから C 行ってますよ。ラッシュですね。いやもうこんなのはスモークなんて役に立たないぞと言わんばかりの、ただリムジーが返していくか。スタックス、ただこれ2人とも遊ばれてるんで、はい。さあこれはサイトライン蹂躙されてしまう。対応されましたね。今 RB のエントリーがもう完璧ですね。今のもう、ま、そして裏取り、グローが裏取りは許さない。ヘビーがゼストを落とすも、またもや人数差、ゾーン3。圧倒的不利な状態でのリテイク。うわー、二人ですか。そして、このダブルピーク。ダークスがなんとか一人を返すも、最後はグロー。打ち合いがひょうな。フロムザシャドウでしたね。素晴らしい判断です。はい。さあ、ビジョンストライカーズ。いやー、ブレイドストーム上がりましたね。武器差はありますが、怖いシェリフ。ガレージのすれ違い、気をつけたい。キングヘビーを落としてニューラルセット、しかもノーダメージ、位置がバレる。さあユウが詰めてゼストを落としますが、そこにブレイドストームが迫ってくる。アルビー狙った敵は逃さない。これがテイルウィンド、3対3。これがジェット。しかもこれ武器求められました。いや武器なくなったんですか、これ今。さあグローがこれヘブンしたフロムザシャドウで飛んでいましたね。カバーに来たダーキスをシェリフで落とします。さあ気づいたらもう人数差ができていると。あーしかもクロス組まれてる3方向。この3方向のクロス打ったら、お、さあいいグレネード。しかし後ろから RB のブレイドストーム。さあ残ったのはリムジー。ブラストバックでまずはスタックスを落とします。ジェフ・バンビー、そしてリムジーのリテイク。さあこれはもうリムジーが落とされて、ジェフ・バンビーたった一人と。ああ、位置がバレた。位置が見えたか。よく逃げましたね、今。あとは時間を稼げばいい。
さあ、斎藤壁裏を使って。ワンワン、残り HP が少ないぞ、RB。ただ残り時間も少ないぞ。クラシック、しかし残り時間が間に合わないが。もういないけど、敵。最後を決めたのは RB、そして13体ですかね、飛びますね、これおそらく。もう飛びますよ、もう。テールウィンド。もうフラッシュポイント入れたらテールウィンド、はい、もう来ますよ。はい、これですね。集まりましたね。集まりましたね。でも誰もいないと。はい。なんとしかもこれ忍者ポジションをモルトで潰してるんですね、ブリムストーンのモルトで。もう細かいところがうまいですよね。こうなってくるとスライダーオンリーワンワード、リテイクに使えるスキルが、パラノイア、そしてリコンボルトぐらいでしょうか。そうなんですよね。まだブンボットも使ってないと思うので使えそうですけどね。うん、今使いましたね。さあ、しかし、ビジョンストライカーズ、これは B ロングドリーなんですよね。こうなるとリテイクかなり厳しい。そして RB のこのポジション。お、パラノイア。さあ、このフレンジ。ただ、これは、一日交換。後ろではもう、打ち合いが始まっている。振り向きショット。さあ、しかし、人数差、取っているぞ。残っているのはスタックス。おー。リテイク成功、オンリーアワード。残り時間が、ギリギリでしたが、残り時間1本ですけれども、挟まれる形になってしまいましたでしょうか。そして、エコランド。あと、シャートランプ取ってたので、はい、A ショート、裏さえなければ、みたいな感じでしたね。さあ、RB、ここはジェフ・バンビー乗ってきたか？これフラッシュ避けですね。オーメンが後ろに。しかし、スタックスのシェリフ、ヘッドショット。さあ、U のガバーガフ。いいよ。シェリフが強すぎる。あれ、アルテッド。あー、それは、いいですね。さあ、ブンボット。おー、素晴らしい判断。今のリムジーのブンボット、グローを背中から突き刺しました。そしてリムジーがそのままダブルキルと残ったのはゼスト。武器はシェリフですが、ビジョンストライカーズがシェリフとなると、それはもうメイン武器と変わりない。体力は5なので、いやでもビジョンストライカーズ行きそうだな。日本でもシェリフ男と言われている、まあ、ラズという選手がいますが、そういった選手と言われても、やばい、近づくのか。ワンワンを2回やると、ワンオンツーが取れるという魔法の言葉があるんですけれども、残り HP が5なんですけれども、オペレーターなんで結構ワン、あ、でも、多戦ハンドガンでいっかな、これ。クラシックで向かってますね。さあ、ワンオンワン。ゼスト、ワンオンスリーシチュエーションから、ここまで持っていきました。あるんで引きたい。いやー、引いてますね。さあ、まずは会場。あー、ただいい判断。オールドローンを入れていますが、これはいい判断なんじゃないでしょうか。うおー。今、相手、ロー HP だったので、はい、解除。勝負を使いそうな動きでしたね、今。さあ、オールドローン。オペレーターの位置がバレてしまうか。しっかりと隠れている。さあ、RB がランプに対してテールウィンド、そして味方のフラッシュポイントをもらい、ここはクラウドバーストでワンメスモーク。スカイスモークで射線を切ると。オンリーワンワードは相手がブリーチというの分かってるんでランプ開け気味ですね。入ってもフラッシュポイントで見えないんですよね。さあ、これはリテイクの形になりました。オンリーワンワード。人数を1人かえって4対5の取り返し。これは、アルティメット。来ましたね。来ましたね。ランプからの、ローリングサンダー。RB がジェフバンビーを落とします。いや、いいとこいる。いや、このキングの裏取りなんですよ。そして無理はしない。そして裏からのカバー。これがビジョンストライカーズの細かい連携。なんかランプからのブリーチのアルティメット、はい、スカーズも、これはもうある意味、相場がいないから、安心してサイトラインに入れるような形でしょうか。さあ、RB が、まとめテールウィンドウを携えて突っ込んできたフラッシュポイント。敵は何も見えていない。さあ、ジェフ・バンビー。お互い、カラフルなキルログ。取って取られて。裏を取っているのがユーダが気づかれてはないですね。オーワード、ワンオンツー。さあ、位置がバレている。位置はバレている。ディフェンダースポーンまで引いているのはグロー。こうなるとオービタルストライクがあるので、ちょっとリテイクは厳しいかというような印象を見受けられます。ただ U は行くとは思います。ここで使わせたいですね、最低限。さあ、サイト内、まずはダークカバーを入れて、その隙に金がダークカバーの中に移動しています。
ワンオンツー。敵の位置がわからない。これは非常に厳しい。いや、ピーク、うまい。このピークね。これで。さあ、これはリテイクを諦めて、ユーは引いてのラウンド数は5対5。ついにオンリーワンワード、追いつきました、ビジョンストライカーズ。オラノイヤが入りますが、そこには敵はありません。あー、これバレてないですね、スタックスが。さあ、これはそのまま B サイトを飛び込んでいきました。鬼はワード、しかし、キングがダブルキル、クラシック。わーお。あ、しかも全員ヘッドショット。さあ、しかし、今、ジェットの選手がエルボー抜けてるんで、ショックボール。ただ見てますね、ちゃんと。はい。そして、このフォールトラインですよ。構えてますね。もう位置も分かれましたね、エルボーにいるの。さあ、位置が割れてしまい、武器はフレンジ。一人よく倒しましたね。おただ残り HP が11。一発でも食らってしまうと、5ラウンド差、5対10。そしてビジョンストライカーズ、オビタルストライク溜まりましたね。さらに、キングのファーストブラッド。強気ですね、今。ダークカバーが出て。そして続けざまにゼスト。これは、B サイトから窓への勝負。Right、here. さあ、これは、オンリーワンワードにとって、デバナをくじかれ、厳しい状態。このラウンド負けてしまうとマネーが厳しいので、はい。どうするんだろう。まあ、詰めはすると思うんですけどね。いきますかね、これ。いけますか。いけないかな、状況的に。さあ、B にダッカバー。ゆっくりゆっくりダガティング。ちょうど意識を外した途端、U は出てくるが、キングがカバー。これならウィンドウもありですね、出るの。さあ、スパイクキャリアが落とされました。そしてダークス。素晴らしい。頭や相手の意識の外から、借りに行きましたが、今、オービタルストライクですね、構えてますね。うん。まだ入り口、当たってますね。ワンオンツー。飛び出してワンオンワン。いや、取ら。いやー、取ったのはスタックス。使わないですね。ただここはリムジー、AM で解決。そしてそのまま A サイト入っていきます。もう。スタックス、ダッカバーだか。あー、しかもローリングサンダー。いやー、ローリングサンダー。飛んでる。これは、スタックスネーム。ネーム強い。残ったのはたった一人。ジェフ・バンビーですね。名前ダメージを食らう。うわぁ、位置もバレてるな、これ。ワンフォー、フラッシュポイント、アビリティのバーゲンセール。試合終了、第2マップ、バインド。